エアシェイディとは、日本の元競争馬である。馬名の由来は、冠名の、エアと、アメリカ合衆国のヒップホップ MC であるエミネムの、愛称の、スリムシェイディの、シェイディから、妹にエアメサイヤ、おじには、エアシャカールがいる。2003年11月1日、デビュー戦となった東京競馬場での2歳新馬戦では、オリビエ・ペリエが起乗し2番人気に支持され2着だった。 二戦目の二歳未勝利戦で初勝利を挙げ、自走のホープフルステークスも勝利しに連勝で二歳を終えた。2004年クラシックを前に骨折し春のシーズンを棒に振ることになった。復帰戦となった第58回戦トライト記念は、後藤博樹が起乗し4番人気に指示されるも6着に終わった。その後テレビ、静岡賞を勝利し、 第49回 K 半杯では3番人気で3着となった。2005年、第46回アメリカジョッキークラブカップで2着となり、第79回、中山記念では1番人気に支持されるも重症制覇とはならなかった。自走は、エイプリルステークスに出走予定だったが、調教中に骨折しそのまま療養することとなった。二千六年、復帰戦となった白富士ステースでは、 馬体重プラス1 4ラムで4番人気だったが、レースに勝利した。中京記念では一番人気に、支持されるも3着となるが、福島テレビオープンでは一番人気に答え勝利した。その後重賞を3走し2着2回と勝ち切れなかったが、キャピタルステークスでは一番人気に答え勝利した。2007年、年明けに先重賞に挑戦も、連続2着と勝ち切れなかった。続く、 第38回読売マイラーズカップでも一番人気に支持されるも2着どころか関西への遠征で調子を崩したこともあり11着と惨敗の結果に終わったさらに続く安田記念では今までレンを外したことのなかった得意の東京コースで初めて2着を下回ったどころか16着と大敗した秋の初戦は富士ステークスに出走 最後肩からの追い込み届かず4着に敗れた。秋の2戦目は、キャピタルステークスに出走。連覇を目指したが、惜しくも2着に終わる。2008年は、中山金牌に出走。直線でアドマイア富士を捉えきれず2着。その後のアメリカジョッキークラブカップでは、直線で鋭く伸びて勝利し、挑戦15回目にして、初の重賞制覇となった。続く、中山記念では、 直線で前を捉えきれず、3着だった。続く安田記念では4着。春最終戦の宝塚記念では7着に終わった。秋初戦のオールカマーでは5着。そして迎えた、大一番、天皇賞では5着だった。次の有馬記念では10番人気と低評価だったが、3着に入った。なおこのレースでは勝ち馬であるダイワースカーレットは一番人気であったが、2着には最低人気の、 アドマイアムラークが入り、3連単98万、バケンと前年のレースに続いて波乱が起こった。2009年の初戦は、連覇がかかった、アメリカジョッキークラブカップから始動したが、ネバブションの2着に敗れた。続く、中山記念では5着だった。その後、半年の休養を挟んで8月30日の新潟記念に出走、後方から追い込んでくるも4着だった。その後、 全能賞では、いいところなく8着に敗れた。続く、ジャパンカップでは、後方から足を伸ばすもののウォッカの5着に敗れた。続いて、第54回、有馬記念に11番人気で出走。出遅れた、このレースの勝ち馬ドリームジャーニーに変わって、すぐさま最後方に控え、直線では、脅威の末、足を見せ2年連続で3着に入った。2010年、9歳になっても、 ゲーム続行。初戦の日経賞では、後方追走から直線で外から追い込んで、マイネルキッズの2着に入った。しかし、本番の天皇賞では2周目4コーナーで不利を受けた、こともあり、終始後方のまま17着と大敗した。5月7日に、右第1子骨剥離骨施設が判明したと発表、休養に入った。2011年、KO 杯スプリングカップに出走予定だったが、 追い切り時に左ぜや浅く不全断裂を発症し、競争能力喪失、引退に追い込まれた。2012年から韓国で、種ぼばいりする。ありがとうございます。